「ワンツあとどれくらい切なくなれば」「あなたの声が聞こえるかしら」「何気ない声こ 言葉を瞳合わせてただ静かに交わせるだけでいい他には何にも 一人きりで震えながら寂しすぎて死んでしまうわ早く温めてほしい」 「どれくらい傷ついたなら」「あなたにたどおりつけるのかしら」「洗いたてのシャツの匂い」 抱きすくめられたら痛みも悲しみもすべてが流れて消える 聞こえるようにたとえずっと届かなくても、 空を駆けてく心照らす光放ち愛の花に夢を振り巻き明日へと青いうさぎ祈り続け どこかにいるあなたのため今の二人救えるものはきっと信じつだけだから」 ありがとうございました青いうさぎちょっと練うしたいなっていう気持ちもあって今お風呂上がりで歌ってみましたすごいお風呂上がりだとこう体が温まってあとすごくなんだろうきも良くなってこう歌が歌いたい感じになるのでついついあのよくお風呂上がりにとったりしてしまいますラジオとかもやっちゃいます これなんか最近ね、また好きって、あの、教えてくださった方がいて、あの、歌ってみたくなりました。一回だけ美粛女ライブで、あの、公開練習的に披露して以来、やってなかったなと思いまして、あの、何名かの方から結構前になんですけど、この青いうさぎとか、あの、夢冒険とかね、堺のりぽのりぴーが合うんじゃないかっていう曲がね、合うんじゃないかって、 言っていただいたのでまたちょっと歌いたいなと思って練習しました。夢冒険もいいですね。あれも結構私好きなのでまた歌いたいなと思います。ありがとうございました。